今日も朝からお付き合いさせていただいたんですけども、皆さん方の心意気、そしてまた魂をこの体に受け止めました。これからも皆さん方と交流を深めてですね、私たちも一生懸命勉強したいと思いますので、今後にわたりましてもご指導ご鞭撻賜りますこと、心からお願いを申し上げまして、簡単ですが挨拶に返させていただきたいと思います。実はどうもおめでとうございました。病気やで。